はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ2日空きましたけど、特に意味はありません。なんとなくまったり過ごしていただけです。で、今回お話ししたいなというふうに思ったのは、まあ逆に言うと話したいこと特にないかなって思うときは、まあ不当切れたりするわけなんですけど、皆さんですね、その普段生活していて、そうですね、何に対して一番お金を払いたいと思うことが多いですかと。まあもちろんその生活必需品の類とか、まああるいはそうですね、まあ食事とか、まあそういうものは除いてっていう前提でちょっと考えていただきたいんですけど、例えば去年ですね、まあ皆さんも知ってる方いらっしゃると思いますけど、レペゼン地球っていうね、グループがいました。で、彼らがまあそのある企業とコラボして、なんか靴かなんかを売ったのかな。そうしたらなんかものすごいその企業で普段売れないような額が売れたとか、その前になんだっけ、光かなんかかなとコラボして売ったらものすごい売り上げが立ったと。で、まあ去年ですよ、これって。で、去年っていうことは、まあコロナショック真っ只中で、なんか外なんか出歩かないわけじゃないですか。で、その中にあって靴が売れた。で、これってどういうことなんかなっていうふうに見たときに、まあ結局皆さんもその大内小なり、経験はあると思いますけども。自分が熱心に支持していたり、あ、こういう人になりたいなとか、こういう人に共感できるなっていう、まあ憧れの人が出したプロダクトとか、まあよくあるのはモデルさんとかタレントがプロデュースした、まああのアパレルをね買うっていう女の子なんかは、まあたくさんいたりするわけですけど、まあ憧れの対象だからっていうことですね。で、そういうタイミングで何を買ってるか、自分はその人の憧れの対象である人の、まあその人らしさっていうもののほんのごくごく一部分を所有したい、共有したい、そういう気持ちから買ってるはずなんですよね。自分も同じ感覚、あるいは自分も同じ時間を共有したい、場面を享受したい、そういう感覚ですよね。まあ実際のところはさっきのその靴なんかに関しても、だってそれ外出歩かないし、場合によっては部屋の中に飾って、いや飾ったってしょうがないでしょうと僕なんか思うわけなんですけど、何のために買ったのって感じなんですが、要するに自分のハートの部分を満たすために買ってるっていうことは多いと思いますよね。で、今のはまあ実用品だけでも非実用的な側面に対してお金を払っているっていう例で、もっとひどいと、まあオタクの類が自分が熱心に支持しているアイドルとか、あるいはまあ何かしらアニメとか漫画作品とか、まあキャラクターグッズなんかもみんなそうですよ。かわいいな、素敵だな、憧れてるな、憧れの気持ちがある、好きだなというものに対して自分の感覚を満たすために所有するということなんですよね。で、結局それって物である必要ないんじゃないのっていうところからですね、出てきた、まあ前置き長くなりましたが、をその新たな動きが出てきてですね、デジタル作品、まあ、アートなんですけど、それをものすごい額で買う、まあアート、一応デジタルアートなんですけども、もともとの所有者が、まあその作品の収集家が数百万で買ったものが数億円で売却された、オークションでというような記事が、まあ最近その熱心に読まれたんですよね。で、そこの中に出てくる話が今回お話ししようとする NFT トークンっていう話なんです。ノンファンジブルトークン、直訳すると非、代替性の表出物、表彰とか、そういうニュアンスなんですけど、要はまあこれから説明しましょう。で、まあ前置き長くなりましたが、自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。で、まあちょっと前置き長くなりすぎたかな、
まあいいや、そもそもね、皆さん、昔から言われて久しくなったのは、アーティストが食えなくなったと。主に作曲家作詞家の類ですね。で、なんでかっていうと、これだけ簡単にコピーして簡単に音楽なんか無料で聴けて、お金を払わなくなったと。で、それは印税も入ってこないわけですよ。で、まあ、YouTuber 出てきて再生回数に準じてその収益が発生する。あ、まあ、熱心なファンなんかはちゃんと MP3 買って Apple Store とかですね、 iTunes Store とかで買って聴いてるっていう人もたくさんいると思いますが、そうでない人もたくさんいるわけですよね。で、そういうこと言われたりする。で、それはそのデジタル、まあ、デジタルなものってコピーが簡単にできてしまうので、まあ防ぎようがないよねっていうことで、もう長らく低迷を続けてきたわけですよ。で、もちろん今後もそのなんていうのかな、流れというか構造自体を変えるっていうのは相当無理があると思うんですよね。ただ今回の場合はアートっていうことなんですよ。あくまで芸術作品、一点物っていう前提で制作されたもので、それに対してもちろんこれに関しても無料、その違法コピーの類なんかもいくらでもそのルフすると思いますよ。ですが、その NFT というものをですね、買うことで自分が所有しているんですよっていう認証を与えられると、こういう機能がつくと。要は正当な所有者であるっていう認証がついていると。まあ、ある意味アピールっていうことになります。私はこれ買ったんですよという証明書とも言える。で、その証明書の価値が今回美術品に関してはそれだけの価格をつけさせたと。確か10秒のデジタルアートだったかな、4億円とすごい額がついてるわけなんですけども、あるいは名前忘れちゃったけどな、有名なバスケットボールの選手がレブロン・ジェームズかがダンクシュートを決める場面のそのを取り収めた映像が数千万で売れたとか、まあ、それも NFT がついてるものなんですが、で、そのレブロン・ジェームスがダンクする瞬間、その記憶、その体感する経験に対して所有を購入しましたよっていう認証が与えられている。自分はこの体験を買ったんですよという証明書自体がに価格がついている。まあ、言ってしまえばその需要側の非常に強力な需要の大きさっていうものが価格を押し上げている。まあ、経済学的にはそんなその捉え方もできるんですけど、そういう現象が起きてるわけなんですよね。はぁと、いや、そんなもんただで見りゃいいじゃんと。いや、そもそも皆さんそんなお金払えないと思いますし、ね、で、払う必要もない現状はあるわけですよ。でも注目に値することっていうのは、今の話を聞いて僕は散々冒頭にお話ししたことと基本的には全く同じ構造だっていうのは分かると思いますね。違うのは価格差だけ。無料であることに対して認証されたものっていうのがものすごい法外な値段がつく。これまでのプロダクトっていうのは意図的にその認証を与えられない、でもそこそこの値段で買える、でその物質的な存在、かつ、まあ、存在とし物質的に存在しているっていうもの、こういう違いだ。デジタルなエコノミーって往々にしてこういう極端な現象っていうのは起きるんですよね。まあ、当然ながら自明ですけども、無限にその攪拌、まあ、違法のものが圧倒的に大多数なわけですけど、できる。だからその、異種返しじゃないですけど、逆手にとってオープンソースソフトウェアなんかが出てきた。まあ、皆さん、まあ、ご覧になって皆さんの中にもプログラミング言語を勉強している今回多いと思いますけど、僕が普段触っている Python とか R っていう言語なんか、まあ、昔は統計ソフトで使われたのは SPSS とか SAS とか、要はそのスタンダードローンで基幹業務として使われる、そのソフトにものすごいお金を払って法人契約をしないと使えないようなものが主流だったんですよ。そこからその有志の人たちが Python も R もそうですけども集まって少しずつ作り込んでいって、今では
無料で誰もが使える Linux もそうですね、使えるっていうものがみんなで開発してみんなでアップデートしていくから、全然優れたものを無料で提供で、その共有できるっていうカルチャーが生まれたりした。で他方でそのオープンソースソフトウェアの場合、 OSS の場合は、まあ、言語もそうですし、Linux みたいな OS もそうですけど、財団の形をとっていて寄付を募ると、まあ、あるいはその一部有償のライセンス契約をしてサポートをする、そういうことで収益を上げるみたいな構造ものモデルの方向もあったりした。でもアートっていうのは救いようがなかったわけですよ、今まで。だからこそその特にあのポップアートの、アーティストなんかは、まあ、音楽中心ですけど、まあ、タレント芸能人とほとんど変わらない類の立ち位置の人なんかは特にそうだと思いますけど、もう商売冷やがっちゃってるわけですよね。で食っていけないと、昔だったら食っていけたの、円盤売れば、円盤買わないと買えなかったものが今はフリーで手に入っちゃうから売り物にならない、売り物にならないじゃないですけど、その利益にならない。でそれに対して出てきたのはこのトークンって概念なんですよ。でいや、いくらなんでもそれ極端すぎる世界だろうっていうふうに思うかもしれない。であれは待って、これも極端かもしれないですけど、まあ皆さんバンクシーの名前を聞いたことあるか分かんないですけど、そのストリートアートの類、ああいうものを、に価格をつけたりとかつけないけれども、その人々が価値を認めるものを一夜にして作り上げるとかね。一回話題になったのはオークションに出された絵画が落札された瞬間にビリビリに引き裂かれて、でそれ装置がついていて、それで終わったっていう、ね、あれ数億円したかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、みんな唖然としたっていう、ね、そういうこともありましたけど、もうそれも同じだと思うんですよ。引き上げて近い概念だと思うんですよ。でここにその経済活動を読み解くヒントがあると思うんです。いや、そのこう今言った一連の NFT もにしろ、バンクシーのアートにしろ、あれその熱狂的なファンが、あれはまあ分かりやすい、皆さんにとって身近なやつだと、やっぱりカードゲームのカードがなんかプレミアがついて、なんでこんな値段ついてるのってよくあるじゃないですか。それあれも同じですよね。うん、単純な希少価値とかそういうことではなくて、なんで希少価値がつくのかって、それを所有したいからっていう需要側の強烈なその圧力ですよね。それが価格を引き上げてるわけですよ。なんでそこに価値を感じるかなんて説明できないこと世の中にたくさんあるし、でここにヒントがあるわけですよね。で僕はその経済的な豊かさっていうもの、その金額で評価される豊かさっていうのは実態を成していないっていうことは、もう僕は初めから分かりきっていることだと思っています。でまあとはいえ生活に必要な額のお金っていうのはあるし、それを確保するために逆手に、今言ったようなことを逆手に取って確保して、あとはその自分の生き方次第っていうところはあると思うんですが、知っていて損ではないですよね、こういう話っていうのは。で自分が売る方であったとしても買う方であったとしても、今のようなことっていうのは理解しておいて叱るべきだと思います。自分にしか生み出せない価値って何だろう。で例えばこの YouTube もそうですよ、僕の映像でもそうですよ、大して見られてないですけども、じゃあこれ拡散していないから、そのフリーだから現状見る気になる、あるいは僕はフリーでやってるから価値がない、まあ経済的な価値じゃないですよね、まあついてほしいんですけど、まあそれはついてですね、まあ僕のやり方が悪いわけですけど、まあでもマイペースな人間だから変える気もないんだけどな、まあそれ置いといて、自分が価値、その自分が生み出しうる作品、プロダクト、物質的なものでもデジタルなものでも構わない。でそれに対して買わせたいというふうに、どうしたら買ってもらえるだろうかって思った時に、自分はこんなことができるんですよ、こんなところはすごいんですよって言っても、あんまり買う人いないのかなと。要はその見る人にとって、まあ、特にアートなんか表現なんかはそうですけども、見る側にとって感銘を受けるとか、なんかグワーって引き込まれるとか、そういうものって、まあ、アートの場合はあんまり頭で考えないものでも
あれば、そのデジタルなもので無限に拡散可能だから、まあ値段結局つかないよねとか、そういうことではないんだなっていう時代が来た。まあその前提で考えると、やりようはいくらでもあるかなと思うんですよ。で、今の NFT のに関しては認証を与えればいい。で、例えば YouTube のメンバーシップなんかもそうですよね。あれ、サブスクリプションもそうかもしれない。自分はこの YouTuber のコンテンツを買ってるんだ、あるいはこの YouTuber の語ってる内容に価値を認めているからお金を払うんだ、でそのアピールをしているんだ、証明をしているんだ、まあそういう面はあったりするわけですよね。で、そう思わせればいいか、思わせることができたら成功かっていうと、それは違くて、それだけで全く中身がなかったら、それただの詐欺師なわけですよね。だからここは難しい。だからそのバンクシーにしろ、さっきの NFT のアートっていうものは評価する人でもう全然その額が変わったりするものでもありますけれども、中身がどのぐらいあるかっていうことをやっぱり証明できるものでないといけないとは思うんですけどね。だからその上で、あのJ-POP のアーティストとか、まあ、別に J じゃなくてもいいんですけど、ポップアーティストが明らかに成功で非常に表現力豊かで魅力的な曲作品売ってるにもかかわらず価格がつかないっていうのは、これはおかしいですよね。中身があるけれども、その引きつける、こう引きつけて価格をつけさせる構造ができていない。でその構造を与えるのが NFT だったりする。じゃあ自分だったらどうしようか、どうしたら優れた経済活動なり、その仕組みを作れるだろうか、作品を提供できるだろうか、こういうことを考えるきっかけに、いいきっかけに、この NFT の話題、あれ流れっていうのはなるかもしれないなというふうに思っています。まあ最近ではやっぱり、あと一番分かりやすいものは暗号通貨なんかかもそうかもしれないですね。暗号通貨一回映像で取り上げましたが、まあ、あの過去に上げてますので、よろしければご覧になってみてください。結構前か、1ヶ月以上前かな。結局暗号通貨に関しては、全ての通貨っていうのはカントリーリスク、つまり日本円だったら日本政府が発行していることに関するリスク、つまり日本の政府のその財務状態、あるいは経済活動、経済成長っていうところに対して連動、強く紐づいている価値ですから、日本政府が傾きかけたらその通貨も下落するんですよ。でそれはどの国でも同じです。まあ、もちろん日本とかアメリカなんかだいぶマシな方な通貨なんですけどね。でもアルゼンチンとか、あるいは小さい国なんかは財政破綻とかしたらもう紙くずになっちゃう通貨ですらっていうことは全然あり得るわけですよ。でそれに対して暗号通貨っていうのはカントリーリスクからフリーな状態にいられるっていうところに価値があって、それでもともとは何の価値もないって言われたものが、今やこぞって大手の金融機関なんかがその資産として、保有するし始めるっていう時代に入った。なんかすごく不思議な奇妙な現象に見えると思うんですけど、この NFT と根本では相通じるところがあるかなというふうには思ってますね。というわけで、自分がなんでそれが欲しいのかな、なんで価値を認めているのかな、なんでそれに対して対価を支払おうとしているのかな、じゃあそれにその支払うっていうことに対してどういう、まあ簡単に言うと仕組みっていう言い方になるわけですけども、技術、 NFT だって技術ですよ、必要なのかなというふうに考えることが、次の時代の経済活動を支える、あるいはビジネスを作る、人々の生活を支える上で、非常に重要な視点になるんじゃないかなというように思っています。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。